優勝戦1号艇は井口選手です。さあここまで来ました、振り返っていかがでしょうか。まあはい、順調に来てると思います。今回が2節目のモーターですけれども、ここまでの手応えとしてはいかがでしょうか。まあ、数字なかったんですけど、前件から、手応えを感じてましたけど、現状では仕上がり、特徴としてはどんな感じでしょうか。まあ、バランス取れて、はい、いいと思います。調整もここまでスムーズという感じですか。いや、そんなことないですね。いろいろ探っている状態で、まあ、ベースは整っている感じですかね。現状ではある程度満足いくという仕上がりでしょうか。まあ、僕の中では満足しています。ここまでスタートいかがでしょうか。ちょっと難しいので、優勝戦は、まあ、いけるゾーンの中ではいきたいと思います。優勝戦1号艇です。ピットマナーの問題ないでしょうか。問題ないです。では最後、優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。2号艇は今村選手です。まずは優勝戦まで来ました。ここまで振り返っていかがでしょうか。まあ、うまいこといったなという感じですかね。さあ今回のモーター、ここまで手応えとしてはいかがでしょうか。まあ、いい方だとは思いますけど、何が特別いいかと言われてもなかなかその辺は見つからないんですけど、全体的にはいい方だと思います。前件あるいは初日に比べると上積みというのはできた感じですか。いや、上積みっていうかもうほぼ何もしてないんで、はい、もらってちょっとプロペラを触ってそれでもう終わりです。バランス取れた仕上がりという感じでしょうかね。まあ、そういうふうにはなってきているとは思います。序盤はですね、まあ、調整不良もあったと思うんですけど、ちょっと回った時の感じが鈍いかなっていう気はしてたんですけど、まあ、昨日なんか気圧も上がりまして、気温もちょうどいいかなっていうところで、準優の時が一番いい感じはしましたけどね。となると昨日の状態キープがベストという感じですか。そうですね、回転が上がってくる分には自分にとってはいい方向には行くかなっていう感じですね。さあここまでスタートはいかがでしょうか。まあ、スタートは地元ですし、そこそこは見えてるつもりです。さあそして今日の優勝戦2号艇になります。ピット離れは問題ないですか。はい、いや、そこら辺はちょっと問題ある部分があるんですけど、うまく回転がピットで上がってくれれば大丈夫だと思います。まあ、基本はこのコース主張してというところで。そのつもりです。では最後、優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。まあ、地元でね、優勝できて本当ほっとしてるんですけど、まあ、久しぶりの記念の優勝戦ですし、まあ、悔いの残らないように一生懸命頑張りたいと思います。3号艇山口選手です。準優勝戦スタート前、思わぬ形となりましたが、振り返っていかがでしたか。はい、まあ、自分にとってはいい可動位置が入ったので、はい、しっかりスタートを集中していけていいレースができたと思います。ここまで走ってエンジンの手応えというのはいかがでしょうか。前剣尾から行き足から伸びにかけてはいい雰囲気があったので、まあ、起こしとか、伸びが売り切れる症状をプロペラ調整したぐらいで、あとは大きな調整はせず、ここまで来れてます。上積みできた感じというのはありますか。まあ、ペラは最初に比べたら合ってる感じはあるので、全体的な上積みはできていると思います。現状満足いく仕上がりという感じでしょうか。はい、まあ、特に不満なところもなく、はい、いけてると思います。ここまで全体的にはスタートいかがでしょうか。結構放っているのが多いので、まあ、で溜めていくとちょっとついてこなかったりとかがあるのでスタートは難しいんですけど、まあ、昨日全速でいいのをいけたんで、今日も、全速でいいスタートを切りたいと思ってます。さあ優勝戦3号艇になります。まあ、外からの動きもあるかもしれませんが、コースに関してはどうお考えでしょうか。まあ、やっぱりここは内が強いので、正直あんまり枠より外には出たくないという気持ちの方が強いですけども、まあ足がいいので、まあ出ても4コース角が取れるんだったら外、まあ無理そうであればもう3コース深くてもスローから行く思いで今います。足的にはこの枠でもチャンスありと見てますか。まあ、とにかくスタートさえ決まれば、伸びられることはない足だと思ってますんで、はい、そこに集中していきたいと思います。では最後、優勝戦向けてお願いします。はい、優勝します。応援の方よろしくお願いします。4号艇は貝原選手です。準優勝戦は接戦抜け出したレースでした。振り返っていかがでしたか。まあ、なんとか2頭守れたかなって感じです。ここまでエンジンの仕上がりいかがでしょうか。エンジンは前傾からすごくいい仕上がりで、まあ、出足型だと思います。
伸びに関してはどうでしょう。伸びも別に悪くないですし、まあ、気候次第ではいい方だと思います。優勝戦今日の枠考えてもう一調整というのは考えてますか。あ、特にしてないです。ここまでスタートはいかがでしょうか。スタートはそうですね、まあ勘通りとは言ってないですね。ちょっと難しいです風が。はい。準優勝戦のスタートに関してはどうでしたか。準優勝戦も全速では行ってるんですけど、まあ、あんな20とかそんなスタートとは思ってないですね。はい。さあ今日の優勝戦4号艇になります。理想はどうでしょう。やはり4稼働ということになりますか。理想は穏やかに行きたいですけど、まあ、そういうメンバーじゃないし、まあ、出たとこ勝負しようかなと思います。ある程度柔軟に考えてというところですか。まあ、常に柔軟に行きたいです。では最後優勝戦に向けてお願いします。はい。ちょっと進入からまだ僕もちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ、しっかり走ります。お願いします。5号艇は田村選手です。準優勝戦2着争い競り勝ってという展開でした。振り返っていかがでしたか。少し乗りにくかったですね。はい。全体的なエンジンの仕上がりとしてはここまでいかがでしょうか。伸びは少し弱いかもしれないですけど、出足関係は、良好だと思います。予選道中ではその乗り心地というのはどうでしたか。序盤良かったんですけど、だんだんおかしくなってきたので、また一からやり直したいと思います。優勝戦調整としてはそのあたり重点に置いてという感じでしょうか。はい。5日間伸びがあまりよろしくなかったので、まあもう求めないようにして乗り心地出足でいきたいと思います。さあここまでスタートはいかがでしょうか。まあ自信はないですけど、まあ10から15ぐらいはいきたいなと思ってます。予選では0台もありましたけれども、ちょっとイメージとはずれてる感じでしょうか。はい。写真と自分の感はぴったりとは来てないですね。もうちょっとスタート集中してというところですかね。そうですね。はい。さあ優勝戦5号艇になります。コースちょっと流動で経過かもしれませんが、いかがでしょうか。基本的には枠なりでいきたいと思います。はい。では最後優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。はい、優勝を狙えるように、展開つきたいと思います。応援お願いします。6号艇は白井選手です。ここまで厳しい道のりでしたが優勝戦まで来ました。振り返っていかがですか。まあ、1走目に不良号を取られましたので、まあ、ここまで来れるとはちょっと思ってなかったので、まあ、ある意味本当についてたなと思います。さあ優勝戦まで来ましたけれども、エンジンの仕上がりとしてはいかがでしょうか。はい。徐々に良くなって、今は、まあ、もう少し微調整ぐらいでいけるんじゃないかなと思ってます。ここがいいなという点は何かありますか。まあ、バランス型にしてますね。ということはどの足も標準以上という。そう思ってます。優勝戦に向けての調整いかがでしょうか。まあ、特に大きいことせず、まあ、プロペラで回転合わせていくぐらいになると思います。準優勝戦は思い切ったスタートになりましたが、ここまでのスタート感いかがでしょうか。まあ、スタート感は地元なので、ね、合ってますね。さあ今日の優勝戦も6号艇、問題はコースだと思いますが、今日はどうお考えでしょうか。まあそうですね、気持ちは一つでもうちですけどね、まあこればっかりは分かんないですけどね。まあいろいろ想定してということになりますか。まあ当然そうなりますね。では最後優勝戦へ向けてお願いします。はい。今村さんとぜひワンツー決めたいと思いますので、全力で頑張ります。